20秒前です。はい、やってまいりましたビジネス天国沖縄の時間です。この番組はビジネスの世界で活躍する方々をお迎えして、ビジネスの秘密のノウハウや経験を聞いちゃおうという番組です。また業界人はみんな知っているが、一般的には知られていないこと、非常識な業界常識などについてもお伺いいたします。この番組でメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginoan.com、また FM ギノワンではユーストリームで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてください。なお、この番組は FM 小座にて、再放送で放送しております。よろしくお願いいたします。また過去放送分は映像でも公式ブログ新里哲也 .com にて見ることもできます。この番組は、平総合事務所、ストレスマネージメント沖縄、中曽根智弘弁護士事務所、TBL 投資アカデミー、リンパ専門スクールエヌズ、トータルヘルスウルル、シュレイホーム、サンキャッチ企画の提供でお送りいたします。はい、ということで、毎週お送りしているビジネス天国沖縄なんですけども、本日はですね、年に1回か、2回ぐらいあるんですけど、ゲストさんを呼ばずに、はい、ちょっと僕がね、いろいろ、今回、アシスタントのサッコさんとね、はい、いろいろお話をしていきたいなと思うんですけども、はい、ビジネス天国沖縄にまつわるお話をね、はい、していけたらなと思っておりますのでですね、いつもと違った感じになるかなと思いますが、はい、ぜひね、皆さん楽しんでいただけたらなと思っております。本日ね、お盆の中日ということでですね、みんなお忙しい中、もしね、聞いていらっしゃる方がいたら、本当にありがたいですね。本当に、ちょっといろいろ、お役に立てるような話や、いろいろできたら嬉しく思います。はい、それでですね、まず一曲お送りしてですね、はい、その後皆さんとまたいろいろとね、お伝えできればいいなと思っております。それではここで一曲お送りいたします。はい、ドリームズカムトゥルーの、曲で何度でも。曲もあんまりかけないんですよ、普段。基本かけない。なんでかって言ったら YouTuber 業と思ったけどかかるから。あ、俺毎回編集してあげてるから。一回上がらなかった今日、曲入れて。消えるんですよね。消えるっていうか、YouTube アップ、YouTube 拒否するわけ。うん。アップロードできない。そうそう。じゃあ大丈夫ですか、やめます。うん、今日のは多分あげない。あ、大丈夫ですか。うん、ゲストがいるときでだけあげようかな。年に1、2回あるんですか、一応。そうそうそう、年に1回ぐらいは。俺、自分の話全然しないさ。あ、そっか。そうそうそう、名前すればいい。基本言い忘れてない、名前。たまに、聞いてる人に言われる。名前ぐらい言えって言われる。そうだな、って言われる。基本言ってないね。言ってないでしょ。言ってない、言ってない。ドットコムしか言ってない。新雑誌みたいなドットコムの。そうそうそう。こっち書いとかんだけどね。そしたら言い忘れないさ。でも自分でね、自己紹介するもなんかちょっと変ですよね。でもみんな、番組中、自分のも言うでしょ。何々がお届けしますみたいな言うでしょ、うん、俺これ言わないんだよな。ありえないよね。でもなんかインタビューする方だとあんまり言わないですよね。言わないよ。いいや、次から気をつけましょう。曲が入ると言ったりだね、番組で休憩時間みたいなものもね、ちょっと流したりだね。みんなそんな感じで、でもたまにさ、4時ぐらいに
って言うけど、あの FM 沖縄かな、なんか曲って4曲とか連続で流す、流せる曲流しまーす、3曲4曲ずっと流してる。え、大手がですか。そうそうそう、3曲連続ぐらいで、あ、この音楽の時間じゃなくて、そうそうそう、そういう番組だからかな。すげえ、でも連続はちょっとね。大手ってあんまりお休みがないじゃないですか、番組の、うんうん、すごいですよ、すごい、絶対休みないよね、コミュニティみたいに休休みでやってる、絶対ないもんね。コミュニティはすごいですよね。すごいよ、これある意味すごいだろ、コミュニティ。普通小さく休まないですよね。休まないよ、絶対休まないですね。休まないって決めてるんです、絶対休まない、忙しいとかね、もう休んじゃいけない。だからストックしてるわけよ、過去に急にこれなくなるかもしれないさ、うん、ストックしてくれてる、絶対開けるっていうことはもう絶対しないこと。そう、じゃあ5年間1回も開けてないですか。開けてない、1回も。どれぐらいだろうか調べてみろ、5、6年近くなのかな、誰が分かるんだろうけど。5年半ぐらい、あっちにあるさ、契約書あるんですよ。ああ。この間見てもらった、あのネイブに、5年なんてもらえないですよって言われてから、あ、そんなのもメグさんとじゃあ5年ぐらいの付き合いです。そうだね、メグと山内さんがうちの事務所に来た営業士、あ、そうそうそう、ラジオ番組やりませんかつって、メグさんと一緒に来て、山内さん2人で来た、今じゃありえない2人の営業CM 行きますか。でも絶対あの2人は絶対出ない、外には。マジ、うん、そういう立ち位置いるの、うん、仲が悪い、あ、仲悪い来てだから未だにオロで携帯に名義のレボコ FM ことの営業の人って書いてある。ああ、そう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 、未だに。あれ、すぐやるよって言ったんですか。言ったかな、なんかね、俺知り合いの人にラジオ番組やったらって言われて、全然イメージわからなかったんだけど、全然ラジオをやるっていう気持ちも全くないけど、一応聞きに行こうと思って、テレビのことに行ったら、ラジオ番組ってどうやって持つんですかみたいな感じ、一回聞きに行ったから、多分その後営業来てるわけ、持ってください。懐かしいな、あれから5年経つんだ。5年、3ヶ月やめる予定だったけどな、なかなかやめれない、逆に広げてるし、ね、そっか、すげえ、うん、面白いよ、言ってた新之助さんけど、本当に自分の話しないですよね。しないよね、本当に。トップインタビューぐらいじゃないですか。たまにはしないといけない、ね、でもゲストさん来てもらって、俺どっちかというと喋らないよって意識してる。もうゲストが気持ちよく喋って返すっていうのも、それしか考えてない。なるべく喋らないようにしてるんですよ。質問とかぐらいで、うん、そうしようか。あ、無音でいいんですよね。ん？無音でいいんですよ、うん、いただきます。ビジネス天国沖縄をお送りしております。本日はですね、まあ、年に1回か2回ぐらいやるんですが、ゲストさんなしで、はい、いろいろねお話伺ってね行こうと思ってるんですけど、はい、佐久さん今日もよろしくお願いします。お願いします。あの番組ね、さっきもお話したんですけど、なんと番組持ってもう5年以上なるんですね。あの3ヶ月で辞める予定がですね、あのまあ僕の尊敬する方からラジオ番組持ってみたらっていう一言からですね、うん、もうラジオと全く考えてもなかったんですけど、まあでも聞くだけ聞こうと思ってあの FM 小田さんに、うん、あの聞きに行って、ラジオ番組ってどうやって持つんですかみたいな聞いたのがもう5年以上前 でそれからね、なんとなくやってみようかなっていう感じで始めたのがラジオ番組だったんですけど、もうあれからね、うん、5年経つんだと思ってね。5年ってね、すごいですね。そうそうそう、しかも1回も休んでないんですよ、ね、休んでないんですよ、5年間。5年休まないってあります
あの当然あの収録放送もあるんですけど、うん、まあ多分番組開けたことはないです一回も。はい、いや番組やるんだったらね、あのこの番組開けるっていうことはもう絶対やらないっていう大前提だったんでね、これからも多分絶対開けないですよ。はい、まあ、あと何年やるか分からないですけどね、うん、はい、で最初ね3ヶ月で辞める予定だったんですよ本当に、うんうん、で周りのそうそうそう周りの知り合いの人をちょっとゲストで、うん、出して、でまあ僕の中でこの方ゲスト出したいなっていう方のリストアップをしたら、うん、大体3ヶ月で全員回るので、まあ、3ヶ月ぐらいでいいかなと思っててでラジオ番組始めたらなんか死んだとかラジオ番組始めたらしいよみたいな感じでなんか口コミで言ってですね、うん、でゲスト出たいとか出してくれって話が来てて、で3ヶ月辞める予定が3ヶ月間はもう当然 ゲストが埋まってたんですよ。あ、てかあれですか、このラジオ始めた時は、はいはい、別にこのゲストをこう呼んで話を聞くっていう感じにしようとはあんまり思ってなかったんですか、はい、というかあの僕の周りに いる、うん、ちょっと活躍頑張ってる方々をちょっとラジオで紹介したいなっていうのがあって、うん、ほうほうほう、でだからね最初は僕パーソナリティじゃなかったんですよ。パーソナリティじゃなくて番組持つけどちょっとなんかプロデューサー的で、だからパーソナリティが女性の方がいたんですよ最初、うん、2人、うん、で、あ、そうなんですか、そう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 、彼女たちにだからお願いしてパーソナリティをで僕の知り合いを毎回ゲストで呼んでみたいな、はい、そしたらね3ヶ月でちょうど終わるから、うんうん、まあ、3ヶ月間やろうって思ってたら、なんていうのかな、あのゲスト出たいっていう人が結構殺到して、うん、だから常に2ヶ月3ヶ月ゲストで埋まるんですよ。そうそうそう。だから常に2ヶ月先まで埋まってるんですよゲストが。そっか。だからもう辞めるタイミングがないわけですよねこれって。で気がついたら5年経ってるっていうね。まあありがたい話ですよね。うん、本当に本当に。でまあね、まあ、ビジネス天国沖縄っていうタイトルがついてるぐらいなんで、うん、毎回ねゲストビジネスで活躍されてる方来ていただいてるんですけど、本当に、ね、僕自身がすごい刺激になるし勉強になるし、うん、なんかやってて得だなって思ってますよね。そう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 。でラジオの可能性とかね、はい、本当にラジオも番組を持つようになって知りましたしね、うん、楽しいですしね。楽しいですよ、いろんな人にねこう会って、しかも話をそうそうそう聞いても変じゃないっていう、このラジオわかるね、なんかねほりはほり聞いてもそうなんですよ、変じゃないので、ラジオって本当すごいなってね、うん、ラジオ番組もって本当に思いましたね、はい、なんです、冒頭で、ドリカムの、はい、何度でもっていう、タクさんこれ知ってました、この番組。わかりますわかります、はい、まあほとんど日本にいたらね、日本にいたら、はい、ほとんどの人が知ってるだろうっていう曲なんですけど、なんかねなんかこう音楽って、うん、まあ、僕車でいつもいろんな曲を聴くんですけど、はい、なんか普段なんか何にも感じないんだけど、うん、その自分の感情とか状況によってすごい心に響いたりするじゃないですか、うん、します、ね、普段何気なく聴いてる曲なのになんかねすごい心に響いたりするじゃないですか、うんうん、それが最近僕はこのドリカムの何度でもっていう曲でなんかねすごくなんか歌詞が響いてね、1万回ダメでも1万1回何か変わるかもしれない。でだからなんかね、まあ、皆さんいろんな挑戦されてる方とかいっぱいいると思うんですよ、特にビジネスされてる方とかね、はい、いろんなことあると思うんですけど、やっぱりこういう気持ちで日々活動してるんじゃないかなと思ったらね、なんか心に響いて最近毎日聴いてる曲なんですよね。なんかありますよねそういう曲って、はい、あるんですよ。だからね音楽ってすごいなって、うん、改めてね本当に思うきっかけでしたね今日この頃、うんうん、なんか頑張りたいときに聞くね音楽もありますからね。そうなんですよ、この曲聴いたら元気が出るとかね、うん、あると思うんですけどね、僕も実際あって、でもね音楽すごいなって思うのが、僕ね音楽やってる人にいつも言うことがあって、いや CD とか音楽ってすごいですよねって言うんですよ、うん、なんでかって言ったら例えば CD 買うじゃないですか、はい、聞くじゃないですか、うん、で元気もらうじゃないですか、でこの曲聴いたら元気になるっていう曲あるじゃないですか、みんな、うん、でもねすごいなと思ったのがCD って2000円とか3000円で買えるじゃないですか、うんうん、で励まされるわけですよ曲に、うん、でもその1万回励まされても2000円なんですよ、うん、ね、うん、100万回励まされても2000円、これ音楽ってすごいなって思うんですよ本当にそうですね、うん、これがね、しかも音楽すごいのがね、簡単に国境を越えるじゃないですか、うん、で音楽ってすごいですよ、簡単に国境を越えるんですよ、
そうです、向こうのやつもね来るし、そうこっちのやつも行きますもんね、うん、なんかね国と国は仲悪いって言っても曲は簡単に国境を越えるし、でなんかねすごいのが歌詞の意味わからないのに涙が出てきたりとかするじゃないですか、うんうん、音楽ってすごいなってねつくづく思いますよね。だから僕音楽全然できないんで音楽できると尊敬するんですよね、うん、今ね目の前にギター持った ね女の子いますけど、ギターね音楽やってる人すごいなと思いますよね、うん、まあいろんなね音楽もスポーツもそうなんですけどね、うん、簡単に国境を越えるっていうことで、まあ最近はねその曲を聴いてすごいあの心に響く曲だったのでね、うん、ぜひね皆さんもあのドリカムの曲、ドリカムやっぱりね売れてます、売れる理由がわかりますね、うん、ねドリカムね いまだにね、うん、CM とかもやってますよね、そうだから特別ねドリカムが好きとかではなかったんですけど、うん、たまたま流れてる歌詞にねなんかね誰かがカラオケで歌ってる時じゃなかったかな、わからないですけど、まあ、まあそういうきっかけで、うん、で今日ね冒頭でちょっとねあの曲を流して、普段流さないですけど ね、うん、今日は、ね、あの年に 1,2 回あるかないかの、そうです本当に年に1回ぐらいです、はい、基本的にはゲストさんを毎回呼んでやってるんですけどね、うん、あのどんどんねなんか番組冒頭はあの最初の頃っていうのはね友達とか知り合い呼んでたんですけど、なんか気がついたらねあのゲストさんがどんどんあの県外とかね、うん、どんどん行って今もう全国からねゲストさんが来ていただいてて、なんかしかもすごい人多いですよ ねプロデューサーだったり株のね世界ともう海外からも今ねゲスト出てくれたりとかね、うん、なんかねあのそういう人たちってやっぱり横でつながってるじゃないですか、うん、すごい人たちってねすごい人とつながってて、そうですよね本当に僕ねそれ知ったんですよ、うん、すごい人たちってね業界違ってても結構つながってて、うんうん、でなんでかなと思ったら彼らねパーティーとか集まってるんですよ、実は業界違ってこのすごい人たちっているじゃないですか、うん、これラジオで言っていいんですよね結構つながってて集まってるんですよパーティーとかで、うん、実は、ね、だからねなんか人が呼んでこう呼んで来るんでしょうね、つながってるで一回だけ僕呼ばれて行ったことがあるんですよそういうパーティーに、うん、そしたらねびっくりする人たちが座ってて、どこかな200名ぐらいいたかなでみんなすごい人たちばっかり座ってて、うん、もうなんかねもうねもうなんか直立不動みたいな感じで自分はいたんですけど、集まってるんですよその人たちって本当にだからねあの面白いですよ、うん、でまあ、 あの業界で活躍する人たちっていうのはあのやってることは違っててもなんか根っこの部分もなんか通じられることがあるかもしれないですね、うん、なんかでも新雑さんはあれですね、どういう基準でゲストを選んでるんですか。いや選んでるっていうか選んでるかな、あのどっちかといえば最近はもうどっちかといえばあれですよ、あのゲストさん出てくれませんかっていうよりもあのいやこういう方がいるんでゲスト出したら面白いんじゃないですかみたいな声が多いですよほとんど、うん、あもう本当にじゃあ紹介ほとんど紹介で、だから僕の番組の時に初めましてって結構多いですよ、うん、多い半分ぐらいそうじゃないかな、じゃ あのスタジオ来てください、初めましてっていう感じが結構多い、多い結構多い、そこからでも仲良くなるんですよね、そう仲良くなって飯行きましょうみたいな感じです、うん、ありがたいですよ、だからすごいね、うん、でもなんかセミナーとか今はね新里さんいろいろプロデュースしてやってるじゃないですか、はいはいはい、名刺のやつだったり、はい、こういうのやっててもあれですね、そういう人と知り合う機会多いですね、そうなんですよ、あとねあの、うん、なんかねあの今セミナー自分はあんまりやらないですけど、うん、まあ特に沖縄であんまりやってないんですけど、前ねどれぐらいかな8年ぐらい前に、うん、セミナーを自分でやってたんですよ、自分で内容も作って集客もしてチラシも作ってって自分でやってたんですけど、なんかねあの一回ね何年か前にセミナーやって内地の結構有名な方とコラボで講演会して、うん、で1万3000だったのかな1人で、沖縄で結構高いんですよ、高いですね、そう1人1万3000なんで、うん、だからみんなにね絶対来るわけないって言われたんですよ、うん、沖縄で1万3000のセミナーなんか来るわけないって言われて、いや絶対来ると思うけどなって自分は変に自信があったんですけど、うん、いや絶対来ないと思いますって言って言われたけど、蓋を開けてみたらあのどれぐらい来たのか60名ぐらい来て、うん、立ち見が出たんですよね、
そうそうそう、1万3000のセミナーに立ち見が出るぐらい集まって、でそれをなんかフェイスブックとかでいろんな人が流してて、でそれを見た人たちがまた今度どうやってやったんですかっていう質問が、うん、質問とか問い合わせが来て、いやこういうふうにやりましたって、こういうチラシ作ってこういうふうな段階でやってって言ったら、またそれが拡散していって、逆にこう企画してくれっていう例がどんどん増えていって、うーん、そうそうそう、でそれがあのね、あの著者さんとかにやっぱ情報がいくわけですよね。でそしてそこからまた Facebook とかで来て、今でもそんな感じですよ。昨日来てましたけどね。あ、そういう感じで、そうそうそういう感じだから、いやこの企画をするとかプロデュースとかっていうのを仕事にした記憶もないし、あの仕事にする気もなかったんですけど、なんかこうお願いされていく中で、あこうやったらいいんじゃないですかっていくのが、なんか気がついたらなんか仕事になってたみたいな。うーん、今でもそんな感じです。そっか、そういう感じもあるんですね。そう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 、不思議ですよね。うん、うん、だから一回ね、一回というかもう最近もそうなんだけど、なんか俺これ仕事にしてるつもりもないし、仕事にしようと思った気もないしみたいな。でもこれでもうすごく忙しくなってきて、まあ、なんか結構ねどうしようかなって悩んでた時があって、うん、俺これ仕事として、仕事のつもりでやってないわけですよ、気持ち的には、うんうん、でもいっぱい依頼が来るからずっとこなしてるっていうのをずっと繰り返してて、これずっと俺やるのかなみたいなことでずっと迷いがあった時があったんですよね。でその時にたまたまその僕の知り合いの女性の経営者の方がたまたま来て、僕らのねカフェで仕事してたらたまたま見たとか言って入ってきて、でそういう話して、いや実はね僕これ仕事なのか仕事じゃないのか迷ってるんですよみたいなことを話したら、彼女が言ったのが、あのいや新雑さん、あの新雑さんにやってほしいからってお願いされてるんだから、それはあのやるべきじゃないですかっていうことを言われて、うん、あそうか、自分これできるから、あのお願いされてるっていうことは、あの、まあ、必要とされてるってことだなっていうふうに、ん、なんか変にね、あの感じるようになって、あじゃあやろうかなっていう感じ、そこからまたやり続けたっていう感じなんですね。うんうん、だからあのほら、できる人にとっては簡単だし、うん、できない人にとっては大変なことってあるじゃないですか、うんうん、それで世の中回ってるのかなと思うんですよ。あのできないことがみんなあるし、うん、簡単にできることがみんなあるし、でそれが皆さんがね補い合って助け合って社会って成り立ってるのかなって、うん、確かに。で自分の場合はこうなんかイベント企画したり人集めたり、うんうん、集客したりっていう、僕にとっては何だ難しいことでも何でもない、うんうん、簡単にできちゃう。でもそれでできないからって困ってる人がいるから、うん、あだったらやろうかなみたいな感じ、うんうんうん、であのほらあのラジオ番組もそれで続けてるっていうのがあって、うんうん、自分はほらあの、ね、さっき言ったけど結構すごい人たちっていうのを、うん、結構知ってるじゃないですか、はいはいはい、うん、だから結構あのほら業界の活躍されてる方とか、うん、有名人とか結構知ってる方だと思うんですよね、うん、著者さんとか、うんうん、で自分はほら普段に友達のように会ってるからいいんだけど、なかなかそういう人たちの話を聞く機会って、うん、ない、全然ないですよ、ね、一般の人っていうのはそんなない人の方が圧倒的に多いと思うから、うん、逆に自分はこういう人たちを呼んできて、うん、あの一般の人たちがこう聞く機会を、うん、持つことが、あの持つ機会を作ることができるって思ったんですよ。ということで番組にゲストを呼べるっていうのも、うん、まあ、自分のね、あのもしみんなにやってあげられることなのの一つかなと思って。え、でも本当になかなか聞く機会ないし、あと、なんか著者書いてる人とかの話って全然やっぱね、そう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 、考えてることは違うので、全然違うから、あの考え方とか、うん、見てる視点とか行動とか、うん、そのやってることで彼らがあの上げた実績とか、うん、もう普通じゃ絶対考えられないような、うん、もうね、なんか自分の頭の枠がぶっ飛ぶっていうか、うん、でもちょっとこの話を聞いたら、うん、感化されて、そう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 、今日やろっかなみたいな気持ちに、ね、そう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 、なっちゃうんですけど、脳みそがねいい意味で書き換えられるというかね、うん、でそれはねやっぱり直接会ったらなおさらすごい、うんうん、直接話、だからそういう機会を作れるのは自分かなと思ったんで、うんうん、この番組を通してもそうだし、イベントとか講演会とかで今後もねこういうのでね、本当に人との出会いで人生変わっていく人いっぱいあるじゃないですか、はい、この人と出会ってとか、この人の一言でとか、うんうん、でやっぱり何かが大きく変わるときって人との出会いが一番大きい要因かなと思うんですよね、うん、まあ、自分も実際そうだったし、これからもそうだろうし、だからね、そういうなんか
あのきっかけをこう演出するって言ったら大げさかもしれないけど、なんかそういうのができたらいいなと思ってね、うん、だからラジオ番組もなんだかんだ続けてるんですよね。5年間は長いですよ。よく続けられますねと言われるんですけど、うん、15回ぐらいやめようと思いましたから、ね、だからね、もうすごいタイミングですよ。やめよう、もうさすがにやめようと思った時に、なんかめったに来ないメールが来たりするんですよね。いつもありがとうございますとか。そうで、たまにほら、あのパーティーとかあるでしょ、うん、ラジオ番組のラジオ局のパーティーとか、はいはいはい、あいつも聞いてますとかね言われたらね、なんかまたやる気になってねでもなんかすごいと思うんですよね、人の一言ってすごいよね、うん、ラジオやっててものメール一本とかね、うん、なんかね本当に人のメールはすごい、メール一本のね、感謝の、ね、メールとかね、一声人のか一言とかメールってすごいパワーがあるなってね、うん、ラジオやってたらねなおさら思いますね。確かに、うん、そうなんですよ。だからもう5年やってるんですけどね、本当にラジオやってよかったな、うん、あとね最近ラジオコミュニティラジオの可能性をものすごく僕自身が感じていて、うんうん、僕は沖縄で番組やってるんだけど結構全国に今発信できてるんですよ、コミュニティを使って。で結構東京とか行ったら知ってるぞ、うん、ビジネス天国沖縄の方ですよって普通に言われるから、そう普通に言われるんです。そう新雑さんはどういう方法でこの全国に発信してるんですか。それをね、だから自分は放送で、なんていう、沖縄で放送じゃないですか、電波で放送して、まあ、Ustream とか YouTube で配信してるんだけど、僕の場合はこうその動画を毎回撮って、うん、編集して YouTube チャンネルに上げてるんですよ、うん、毎回。だから5年間で230名ぐらいのゲストさんの動画全部ありますよ、うん、全員1回目からですか。全1回目から全部ある動画。すごい。そうで、それは全部 YouTube チャンネルに上げてるんで、そうするとね、その YouTube チャンネル自体がね結構資産になってくるんですよ、うんうんうん、数って力だなってめっちゃ思いますよ、うん、そうですよね。そうだからね、じゃあこれを、このゲストさんがまた拡散したりする。そうで僕編集してブログに上げて、うん、そのブログの URL を送ってるんですよ、ゲストさんに。はいはいはい。そしたらゲストさんが SNS で拡散してくれるんですよ、うん、そうすると僕の番組ってそのゲストさんに行くんですよ、自然に、はいはいはい、ゲストさんの友人に、うん、そうするとね番組の名前とか結構みんな知るんですよ。でそれを5年間250名のゲストさんが拡散してるんで。そっか。そう名前の知名度が上がるわけですよ、自然に。で僕のゲストさんって結構有名な人じゃないですか、うんうん、で有名な人が拡散してるからもっと広がる。そう広がり方が全然違う。だからその人たちに、そのゲストさん の知り合いとかコミュニティの人に会った時に言われるんですよ。あ、ビジネス天国沖縄の方ですねって言われるんです。だから、ね、何もしないで勝手にこう名前が。だから自分で別に自分で発信したりとか別に自分で拡散したりってほとんどしないです。うん、だからもっとねコミュニティラジオの活用方法とか、うん、コミュニティラジオの可能性を感じてもっと活用すれば、うん、もっとね全国に発信できるんじゃないかなと思ってるんですよ。だからコミュニティラジオでしかできないこともあるし、うん、そうなんですよ。だからね実はね来月か再来月ぐらいねやろうと思ってるんですよ、コミュニティラジオビジネス活用法みたいなセミナーしようと思ってすぐセミナーそうすぐセミナーするすぐセミナーする、うん、だって見ててもあこれ絶対この人発信したらすごいのになっていっぱいいるから、うんうん、結構ね身近にある情報って結構沖縄に普通にこう話してる情報とか会話とかって県外の人がものすごく求めてたり、うん、ものすごく価値を感じてるかっていうことが多々あるんです、うんうん、そうだから意外に沖縄の話情報って身近な人よりも遠くの人が求めてたりするんで、うーん向こうにとってはレアな情報だったり、例えば自分たちがほら普段にいつも行ってる蕎麦屋さんの情報って県外の人ってめちゃくちゃ知ってたり、はいはいはい、こんな蕎麦屋さんなんか地元の人みんな知ってるよって感じなんだけど、うんうん、本に載ってない地元の人でもみんな知ってるって情報って県外の人の方がレアじゃないですか。確かに。でそういうのってあるんです、多々ある。だから自分はレアな情報を持ってるとかすごいノウハウを持ってるっていう認識がない、うんうんうん、でも実はすごい情報を持ってたりノウハウを持ってるってこと多々あるんですよ。確かに。気づかないですもんね。そんなの気づかないわけですよ。誰が求めてるかもわからないですからね。そう
そうなんですよ。だからそういうのね、あのもっと発信できる仕組みとか方法をちょっと皆さんに紹介できたらなと思って、あの、まあ、ちょっと考えてみましょう。9月か10月ぐらい、じゃあぜひね、こ沖縄でですか？沖縄でですよ。沖縄で、沖縄で。とりあえず、とりあえず沖縄で。で、当然県外でもやります。もちろんもちろん持っていきますよ。はい。じゃあ、あれですね、さっこさん、いい時間なので CM をまた入れまして。そうですね。それではここで一旦 CM です、うん。はい、よろしくお願いします。新卒の子供も小学生ですか？そうそう、1年生。下が？内場が1年生。あ、じゃまだ5歳ぐらい。そうそうそう、もうちっちゃいけど。5歳、5歳、4歳、3歳かな。あ、じゃあ私の子供とちょうど一緒ぐらいの子がいるんですか？ん？一番下が一緒なのか。一緒でしょ？うん。何名の子供？あ、じゃあ下、あ、私の子供と新卒さんの一番下の子が同じ。3歳。うん、あ、一緒一緒一緒だ。喋り出すぐらいでしょ。喋り出すと可愛いよね。そうですか。うん。喋らない方が可愛いです。思われてます。同じよ。あ、できます。はい、ビジネス天国をお送りしております。本日は私、新里哲也がお送りしております、はい、で、さっこさんね、よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。はい、僕ね、いつもね、番組中に名前言わないっていうことでね、あのよく指摘が、はい、友人から指摘が来ますのでね、今日意識的に名前をちょっとね、言ってみました。はい、はい、で、先ほどもお話したんですけど、まあ、いろんなゲストさんをね、あの5年間呼んでおりますが、まあ、ブログの方に、あのブログの方にはね、あの全員ではないんですけど、ほとんど動画で上げてますので、はい、あの新里哲也 .com で検索していただければ、過去放送分のですね、動画が載ってますので、まあ、いろんな業界の方がいらっしゃいますので、ね、いろいろヒントになると思いますね。1時間ぐらいね、50分ぐらいですか、がっつり話聞いてますからね。しかもね、この失敗談だったり成功談もいろいろあるので、ね、業界の人しか知らない話とかね、うん、いろいろ話しているのでね、ぜひ、チェックしてみてください。はい、最近で言えばね、あの芸能関係の方とかね、うん、誰がいたかな、政治家の方も来てましたしね、面白いところでね、過去のね、あのトップ AV 女優の方もね来てましたもんね。超綺麗でした ね。僕ら40代ぐらいの方はみんな知ってるんじゃないかなというね、うん、方も来てましたしね、はい、あとね、有名なスポーツ選手の方とかね、うん、あのパラリンオリンピックに出るような方とかね、あとあの監督さんとかね、うん、いろんな方来てますので、あの結構面白いと思いますよ。まあ、YouTube なのでながらでも聞けますから、うんうん、ぜひぜひチェックしてみていただければいいかなと。私最近本当に今この中で面白かったのが、はい、やっぱ株の、あ、ジョンさん、ジョンさんがすっごい面白かった。あの紆余曲折がやっぱりあった方が面白い。彼はね、やっぱりもともと生まれながらにお金持ちとか、家がお金持ちとかでもないので、そうそうそう、なんかそうちょっとシンデレラストーリーみたいな、ま、そうそうそう、あ、まあ、ジョンさんって言ってね、ラジオ聞きの方知らないと思うんですけど、ジョン修行さんって言って、世界一優しい株の教科書1年生という著者の方でね、アマゾンでも総合1位取られてる本なんですけど、まあ、彼はもともと幼少期はろうそくで暮らしてたぐらい、貧乏の家にいて、うん、で小学生の時に初めて電灯を見たって感動したとかっていう方がいて、まあ、日本に、まあ、留学で来るんですけど、その時
皿洗いでお金を貯めて、うんうん、でそのお金を投資をして少しずつ増やしていって、うん、まあ、今46歳かな7歳ぐらいなんですけども、う世界的な投資家で、もう世界中のこう投資家を指導してるっていう方なんですけど、うん、やっぱりね、本当にさっきおっしゃったようにシンデレラストーリーですよね。ね本当に本当に。そういう方もね、沖縄に来てて、まあ、僕の番組にも3回ぐらいゲストで来てくれてるんですけど、あ、3回も来てるんですね。3回来てますよ。もう結構仲良しなんですよ。本当に本当に。で、ジョンさんのね、実は講演会企画してて、あ、そうなん、11月に。これは株のセミナーではなくて、うん、さっき言った、僕ね、前に、ほら、Life is Movie、イベント、うんうん、しくじり先生っていう、前あったテレビ番組の、はい、リアル版を沖縄でやろうと思って、うん、生で聞くっていう、そういう人の話を、うんうん、全国から、喋る人を呼んで、やったんですよ。やりたいなってずっと思ってたのが、うん、今年、実はやったんですけど、まあ、来てくれたじゃないですか、はい、作家さん、はいはいはい、第2弾、お、そうそう、人生どん底から逆転した人の話っていうやったじゃないですか、イベントね。でそれの第2弾としてジョンさんに喋ってもらおうかなと。いい、そうそうそう、それをね11月何日だかな、うん、もうまだ確定はしてないんですけど、まあ、11月にやるのは決まってるので、ぜひね、興味がある方は絶対面白いです。はい、なんか質問も簡単にできたら超いいです。あ、質問もね、当然まあ、ジョンさんはそういうフランクな性格なので、気軽に答えてくれると思うので、うん、まあ、それをね、直接生で、うん、ね、どういう、あの時どういう感じだったんですかとか、どう考えてたんですかとかね、いろいろ聞けたらいいかなと思って、ね、はい、もうなかなか生で聞くってないと思うんで、そういう人との話は、ね。ないですよ。うん、でちょっと身近にしてほしいので、ね、もっと感じてほしいので、大体50名ぐらいマックスでできたらなと思ってますね。うん、いろんなことにね、また参加者同士も仲良くなるっていうこともよくあるので、うんうん、ぜひね、来て参加していただければ。そうですね、参加者同士でね、このまた名刺交換。そうそうそう、だから僕ね、講演会結構企画するんだけど、必ず参加者同士をこうあえてこうつなげて名刺交換を促してるんですよね。うん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 、結局来てる人たちどうしても仲良くなってほしいし、うん、講演者とも仲良くなってほしいし、はい、だ来てよかったって言って帰ってもらいたいので、うんうん、そういうのもすごい意識してますね。うんうん、まあ、ジョンさんの講演会もぜひね、うん、本当にいろんな業界の人が来てるんですけど、なんかね、はい、根っこに似てるような気がするんですよ、みんなね。やっぱりこういろんな業界で活躍する人たちは、うん、やってることは違うけど、なんかやっぱすごいですよ、行動力だったりとか、ポジティブだったりね、うん、ポジティブですよね、みんな。本当に本当に共通してるのはポジティブで、明るいしね、元気があるしね。あとなんか偉そうにしてないっていう。そう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 、めっちゃ腰低いよね、うん、なんかね、結果出てる人ほど腰低いような気がするな。確かに、うん、だから逆に結果だけ見たらみんな萎縮するんだけど、うん、実際ここに来てゲストさん見た時に逆にびっくりするんですよね、腰の低さに。こんな感じなんだと思いますよね。だから人がついてくるのかなっていうのはね、うん、人が集まってくるのかなっていう感じですけどね、うん、確かに腰低いね、自分も腰低くならんといけんな。頑張りましょうか、頑張りましょう、お互い ね、 でもさっこさんは、はい、ラジオの業界に入ったきっかけって何なんですか。あ、私は普通にお家が近かったからなんですけど。お家が近いから、お家が近いところで家の住所で求人を検索してたんですよ。なるほど、それがもう一番のね。そうです、たまたま入りました。でそんな感じですよね、仕事ってね。まあね、やってみてね。そうなんですよ、僕は自分もね、ラジオで喋るって全然思ってなかったんで、うん、でさっきね、話戻るんだけど、最初は女性の方にお願いしてパーソナリティしてもらってて、うん、で毎回自分がゲスト呼んできてみたいな、出してもらっててみたいな、かラジオ喋らないけど毎回番組の時間には来てて、うんうん、そのスタジオの外に座ってるみたいな感じだったんですよ、3ヶ月間、うんうん、でその時にたまたまそのパーソナリティの人が来れない、今日行けないって急に言われて、うん、今日行けないって言われてもみたいな感じじゃないですか。でその時にどうしようと思ったんですよ、うん、もう時間迫ってるしみたいな、
喋る人いないしと思って、だからもう仕方がないからもうじゃあもう自分が喋るよっていう感じで、で急遽あのやったことないけどその喋って自分が1時間番組喋ったんですよ。でその終わった時にめっちゃ面白いじゃんと思って喋るの面白いじゃんと思ったんですか。なんか楽しいと思って、うーん、それから俺がやりますみたいな俺が喋るみたいな。あ、そうそうそう、これスタッフに頼んでたんですか。そう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 、あ、そうなんです。で彼女たちもたまたまね仕事で忙しくなりかけてて、うん、なかなか来れなくな、になり始めてたんで、あ、じゃあいいタイミングだと思って、じゃあもう前次から俺が喋るわって言って、そっから喋り出したんですそしたらめっちゃ思った以上に楽しくて、うん、なんかラジオって結構楽しいじゃんみたいな。そうです、うん、本当にあの私も新雑さんのちっちゃいバージョンをやってるんですけど、ちっちゃいバージョン、短いバージョン、あの有名な新雑さんも出たことのあるあの番組をやってるんですけど、はい、あれもなんかなんていうんですかね、この人の話を聞くだけじゃなくて、このラジオって自分が聞きたいことも聞いてそれに答えてもらえるじゃないですか、うんうんうん、そしてこの電波を使ってるっていうのでみんなもちょっと分かります、話したくなっちゃうみたいな、なるほど、ところがあるので本当いいですよ。そこは絶対ね、コミュニティラジオね、いいですよね、うん、もっとねビジネスに生かすっていう手もそうだしね、いろんな意味で活用するべきだと思うんですよね、コミュニティラジオはね、うんうん、まあね、地域の人たちもね、こう聞きやすいでもあるし、本当本当本当なんですよ、うんうん、結構ね FM 系の場合はアプリで聞けたりするしね、うんうんうん、もう昔と違ってね、電波が届く範囲っていう感じでもないじゃないですか今。確かに全国の ね全国で聞いてる人の方が多いですよ ね。トップインタビューって水曜日、うん、水曜日です。さっき言ったね、さっこさんが話した番組はね、トップインタビューっていう番組で、水曜日の11時確か、はい、で30分で、うん、いろんな毎回ね活躍するゲストさんが来てる番組なので、それもねぜひチェックしていただいて、はい、もういろんな人来ますからね、うん、トップインタビュー新里哲也でやったら出てきます。マジっすか。出てきます。足りなかったですねあれね、30分であっという間だもん ね。だって第1回のゲストでしょ自分でしたっけ。そう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 、あ、忘れたの。そうなんですよね、忘れちゃった。いや、トップインタビューの番組始めるから出てくださいって言って連絡来たの覚えてるんですよ。第一回ですよ、忘れないでくださいね、記念すべき第一回ですはい、はい、ね、でもまああれですね、なんていうかな、やっぱりラジオ番組持ってる方もね、いると思うんですけど、まだ持ってない方もね、ちょっと一回ラジオF 技能人でも、まあ技能じゃなくてもいいと思うんですけど、うん、ラジオで発信してみるっていうのやってみてほしいですね、うんうん、なんかまずあれですよね、番組持たなくてもいいのでゲストに出ることから、そしたらなんか分かりますもんね、なんかちょっと面白いのか、うん、そう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 、意外と聞いてるんだよね、うん、自分ね5年間、まあ、番組ちょっと初めて2週目か3週目ぐらいにたまたまかもしれないんだけど、喋、うん、っててブラジルからメールが来たんですよ。ああ、はい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 。ブラジルから。うん、めっちゃびっくりして。聞いてるんだと思って。しかもブラジルから。ブラジルから。なんかな、ブラジルに住んでいる、うん、沖縄出身の人だったと思う。ああ、はいはいはい。だって地球の反対側の人が、確かに。ネットを通して、うん、こう聞いてるんだっていうのをね、もうちょっと感動して。うん、あれが結構衝撃でしたね、コミュニティラジオをやった時に。でも、ね、沖縄のコミュニティラジオのいいところが、沖縄って県外の人好きな人多いじゃないですか、うんうん、多い多い多い、それ必ず検索するんですよ。なるほどね、それは当たりやすいじゃないですか。結構聞いてるよね内地の人ね。そう、県外のコミュニティラジオ局よりも、うん、やっぱりこういうコアなラジオ局が好きな人が多い。なるほど、っていうのも利点ですよね。なるほど、確かにね、全然違うもんね、うん、コミュニティラジオって本当に本当に地元の情報とかね、うん、それを聞きたい県外の人が多いですもんね。あとこの鉛とか、鉛で聞きたいね、聞きたい人多い、鉛直しちゃいかんよね、ねえ、うん、だから直してないんですよ直してないんでしょ、直してないなんかね、これ使えるなと思ったらもう直さなくていいなって思っちゃうんですよね。いや、直さない方が武器だから逆にね。そうそうそう、使っても新雑さんもね別に使わないですもんね。自分はねあまり方言知らない
意外と。でも知らないでしょ。知ってる？聞けるけど話せないですよね。あ、まあまあ確かに。大体ね、あの沖縄の大体僕らぐらいよりも下の世代は聞けるけど話せないっていう、うんうん、っていう人多いんじゃないかな。ねえ、でも全然ね、新卒さんあんまり沖縄っぽくないですもんね。そうそう、東京とか行ってもね、沖縄っぽくないですねって言われる。あんまりこう方言とかも知らないし。でも今みんなそんな感じじゃないかなと思うんですけどね。で、ここね、FM 宜野湾なんですけど、9月から、はい、東京の会社がまた番組持つことになってるので、そうそうそう、まあ、僕がね、ちょっと紹介したっていうところもあるんですけど、僕の仲のいい、方がですね、9月から、金曜日の10時かな、番組を持つので、自分も別にこう、沖縄のコミュニティラジオだからって、別に沖縄の人だけが持つっていう、ことを考える必要もないのかなっていう。沖縄の情報を発信するっていう感覚もあるけど、逆にこう県外の情報を沖縄にで発信してもらうっていう感覚もあるんで。うん、これは夜の10時ですか。そうそう、夜の10時。金曜日の。金曜日の夜の10時から番組、まだ番組名キャップ決まってないんじゃないかなと思うんですけど、ね、うん、そういうの発想も面白いんじゃないかなと思って、うん、ちょっと提案したらもう2つ返事で即答でやりますっていう感じだったんで、だから逆にこの沖縄のコミュニティラジオで、うん、東京の、ね、首都圏の情報だったり、生の情報をね聞く機会にもなるんじゃないかなと、でそういう使い方をコミュニティラジオでもできるんじゃないかなと思ってですね、うんうん、結構楽しみにしてるんですよ。9月の最初から一発目からね、金曜日の10時からやるんですけど、まあパーソナリティの方はもともとセブンイレブンでバイヤーされてた方なんですけど、ね、僕の、まあ、友人なんですけど、彼が出版コンサルタントでもあるので、あら、これゲストに来てた方ですか。あ、来てました、来て2回来てますよ。あの T ポイントの、そう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 、 T ポイントカード仕掛け人の一人。あ、これはすごいですよね。そうそうそう、彼はね面白いですよ。ファミリーマートってあるじゃないですか、あそこのスイーツも企画してる。あ、そう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 、そう、あ、だからファミリーマートのスイーツは結構彼が企画したやつがあって、うんうん、それとあとなんか、うん、彼がだからその著者とかいっぱい知ってるはずなんで、うん、著者とかその東京の、最新情報だった なんかをこう沖縄の FM 技能を使って発信してくれるとはあ、いうことなので、これはこう月に1回来るっていう感じ。いや、向こうで収録して、基本的には、まあ、沖縄に来るときはねここで放送するかもしれないですけど、お、まあ、基本的には向こうで収録してゲストさん呼んだりとかして、沖縄で発信するということなの でそういう情報もね、しかも生でね、うん、逆に自分も提案してこういう情報を流してくださいよって言おうかなと思って、で番組構成なんかもちょっといろいろ一緒に考えてるんですけど、おすすめの本とかもねやってほしいですね、スイーツとか。うん、そうですね、で、うん、本当に彼は全国の有名の、なんてパティシエとかとコラボして、うん、この間もね、その方から、ケーキ送られてきた、何だったかな、すごい有名な方 で、まあ、実際応援もしたんですけど、その方すごい有名なパティシエさんで、彼が監修した商品がファミリーマートで発売されたわけです。うん、でそのパティシエさんが作ったなんだっけな、チョコだったかな、ガトーショコラかなんかがありますっていう、もうすごい有名らしいんですけど、うん、それが僕の家に送られてきてって言ったんですけどね、食べてみてくださいっていうことで、めちゃくちゃ濃厚でめちゃくちゃ美味しくて、こんなガトーショコラ食ったことねえよっていうケーキだったんですよね。うーん、うん、だからそういう開発秘話とかね、うん、ね、商品ができるまでのいきさつとかね、なんかそういうのもなんか聞けそうな感じなんで、うん、やっぱそういう人だからこそこうなんていうか知ってる情報とか呼べるゲストとかあると思うんでね、はい、いやそういうのもねどんどん企画していこうと思って、今コミュニティラジオ番組を僕が増殖させてます今言い方がね、はい、増殖、この番組のね次今控えてますけど、はい、中曽根弁護士さんがね、うん、番組始めましたけどそれもね僕が飲みに誘って、中曽根さんラジオやってくださいとで、なんか弁護士さんの話なんか聞けないじゃないですか、ね、確かになかなかね、まあ、ぜひねこの番組終わったら中曽根弁護士が、うん、ね
何ですかあの企業法律で、ね、企業法律について語る番組やってますんでね、はい、うん、なかなかね弁護士さんの話を聞くって機会もないと思うのでね、聞けないです。これあれなんですか、このこういう法律系のやつでちょっと相談があったらこうメールしていいんですかね。あ、いいんじゃないですか。ああ、まあ、相談を受けるかどうかは中澤さんしないですけどまあでもね、うん、前から面白いなと思ってて、うん、例えばあの先週もね、中澤さん話してましたけど、やっぱりビジネスするときは、こういう計画書契約書作った方がいいですよ、うん、契約書にこういうこと必ず書いてた方がいいですよっていうのも紹介してましたけど、うん、そういうのをラジオで聞けるってものすごくいいなと思って、うん、でこういう業界では毎回ね、いろんな業界のゲストさんを呼んで業界にまつわる法律について語ってくれるんですけど、うん、先週ね美容師さんが、はい、美容室のオーナーが来てましたけど、うんうんうん、そういう美容室にまつわる法律問題とかね、はい、あとその問題が起こるための予防策とかっていろいろ話してましたけど、うんうん、こういうのをラジオで聞いたらめっちゃ面白いですよね。なんかこういう業界で面白いと思うので、そういう番組をどんどんこれからも企画していこうかなと思って、うん、で僕もまだちょっと5番組企画させてもらっててですね。ですね。はい。で、プロデュースもさせてもらっててですね。これからもどんどんね、番組増やしていこうかなみたいな、企んでるんですよ。いや、面白いじゃないですかね。うん、で、あとは、なんだっけ、リンパ専門スクール、N図さんの番組も今、はい、やってますけどね、木曜日にね、うん、2時から3時やってますけど、そういう専門家の立場からの、美容とか、ね、健康情報、聞けるっていうのもすごくレアだし、うん、あと火曜日にやってます瓦職人の、はい、ヒーローにインタビュー、あれもねなかなか職人さんの話を生で聞くって意外とないの で、うん、でその家を守るためにこういう予防した方がいいですよとか、うん、災害の前にはこういうのちょっと準備してくださいとかっていうのも本当に専門家の職人の、うん、ね、本当にプロの話を直で聞けるっていうのもなかなかね、しかも瓦職人ってねもう今絶滅危惧種って自分で言ってたのね、うん、まあ、でもね、うん、若い人どんどん増えていってるし、で逆にこういう番組を通してその瓦職人の実態だったり、うん、なんかかっこよさとかやりがいとかを聞いて、うん、やっぱりそのやっぱ瓦職人になりたいとかね、うん、いう人いっぱいいると思うんですよね。若い人でもなんか今ね意外と給料で見ないらしくて、ああ質でやっぱり見るんですかね。そうそうそう、今意外とね給料が高いからやりたいっていう人いないらしいですよ。もう僕はその求人の会社の社長と話したことあるんですけど、うん、意外と情報で来る人っていないみたいで、どっちかといえばやりがいとか、あと今確かに仕事が選び放題なんですよ、うん、結構、なるほどなるほど、だからそっちで見ないかもしれないですね。だからね僕自分思うんだけど、この求人出すのとこう仕事求めてる人、うん、人のもう情報がズレがあるような気がして、うん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 、そこ見てないよっていう情報だけばっかり書いてて、うん、だからなんかそこのなんかギャップをすごくたまに感じたりするん でそのあたりもねやればいいし、で瓦職人のこともっと知ってほしかったからんで、うん、まあ、社長の方に番組持ってくださいって、社長も結構ね二つ返事で、うん、結構ねみんな声かけたしみんな二つ返事で、あでも思うんですけど、やっぱりやりたい人って二つ返事ですよね、うん、で早い、後で考えますって人はもう絶対やらないんですよ、やらないやらないです結構ねみんな二つ返事やっててね、結構本当にいい番組だなって思いますね、聞いててもね、やっぱこう、うん、発信したい人がね二つ返事で多分やりたいって言うと思うので、うん、で彼らの話ってね本当に求めてる人いっぱいいるし、うん、本当に彼らの話で救われる人もいるし元気になる人もいるし、うん、でもっともっとね発信していってほしいなと、うん、思ってますね、うん、確かに番組増やしますよこれからもどんどんもう自分がね面白いと思うっていうことはね、うん、もう伝染病のようにねみんなに伝染病、いや面白いですよ本当に、その人はね普通に喋ってるかもしれないけど、うん、やっぱりすごい面白いし魅力的だったりとか求めてたり情報だったりする方いっぱいいるので、うん、そういう方はもうどんどん発信していって、だからこの後もねすぐに始まるんですけど中曽根弁護士の本当にね若いんですけどすごく僕すごい仲良しなんですよ、うん、よく飲みに行くんですけど本当にだいぶ年下ですけど本当に尊敬できる方で、まあ、沖縄出身なんですけど東京の方でも、大活躍して会社もねいくつか持ってて、はい、東京でも代表弁護士の方なので
まあ、若いんですけどキャリアも実績も十分ですのでね、そういう方の話をね、だから中曽根さんみたいな沖縄出身の方が全国で活躍する姿自体がもうね、うん、沖縄の出身の自分たちにとってはあの刺激になるし、うん、励みになるので、そういう意味でもね、中曽根さんもっと出てくださいっていうことで、ね、うん、半分無理くり飲みに誘って、うん、よーって感じで、うん、もう結構でもすんなり、あ、やりますみたいな感じだったんで、うん、まあ、そのあたりもすごいなと思うし、まあ、若いからね、本当にあの頭も柔軟ですし行動力もあるので、またあの弁護士業界のパイオニアにもなってほしいしね、うんうん、確かにこれからもねすごい楽しみな、うん、若い方です。若いのにねすごいですね、うん、すごいんですよ。そっちを飲みに行ってますよ2人で、うんうん、もう仲いいんだけど結構いい当たりもそうですよ、飲みながら中曽根さんこうじゃないですかでもね仲良しですよ自分だけだかな思ってるの後でねちゃんと聞いてみましょう。聞いてみてくださいね、はい、本当にあの素敵な話が聞けると思うので、うん、この後のね番組もですねぜひぜひお楽しみください、はい、ということでね、いろいろ喋ってきましたけどね、うん、また来週からはゲストさんを呼んでいろいろお話できたらなと思ってますのでね、はい、引き続きビジネス天国沖縄のも、よろしくお願いします。新座哲也 .com で検索すると過去のゲストさん見ることができますので、そちらもチェックされてください。はい、はい、ということでさっこさんありがとうございました。ありがとうございました。はい、もういつもいつも、はい、はい、じゃあこれからもね、ラジオリスナーの方もねラジオをお楽しみください。はい、はい、で再度お伝えしますけど、この後の、中曽根弁護士の番組もお楽しみください、はい、ラジオで企業法律を語ろうという番組ですね素敵なゲストさんも今日いらっしゃってるようですので、はい、引き続きよろしくお願いします。はい、本日はどうもありがとうございました。